お帰りのぼう、2年目に突入です。のぼうです。さあ、現在4月2日、日曜日11時48分、お昼前といったところでございます。さあ、昨日からですね、4月を迎えまして、いよいよ、新年度、明日からね、明日3日から、普通にね、勤務始まるわけなんですけれどもね。 はい、あの昨年の4月から始まった「おかえりのぼですねあの。いよいよ、えー、シーズン2と、シーズン2つがまか、あ、2シーズン目ですね。はい、2シーズン目に、えー、入っていくという感じになっております。地域おこし協力隊になってからですね、まあ、U ターンしてきてからあの、ね、どんなこと、どんな思いとかですね、どんな活動をしているのかというのをですね、まあ、ここで、えー、アウトプットしつつですね、 えー、まあ、自己内生しつつみたいな。で、まあ僕のこととか、美トのことも知ってもらいつつみたいなですね、イメージで、えー、週に1回、基本的には週に1回、週末にね、あの、撮って、まあ、日曜か月曜に出すみたいな、なんかそんな生活を送ってきているわけなんですけれどもね、それもいよいよ2年目に突入していくというところでございます。新年度ですけれども、ね本当にね、 皆さんどう、いかがお過ごしでしょうかと言ったところで、あの、僕、結構あの、日テレ、日テレじゃない、アナウンサーですね。あの、女性アナウンサーが結構ですね、あの、好きというか、あ可いいなと、あの、賢いなと、素敵だなというふうに見ていて、<laughs> いうふうに見ていてって言って急なんかね急になんか変態みたいな話になりましたけど、あの女性アナウンサーね、いいじゃないですか、綺麗で。うん 単純に。うん。なので結構インスタとかをですね、見てたりするんですけれども、なんかそのアナウンサー系のね、インスタはやっぱ新年度なんで、めちゃくちゃですね、あのー、なんだろう、う番組、担当してた番組が終わりますとかですね、担当が変わりますとか、あとなんなら、あの、退社しますと、あの、他の企業、他のステージに、別のステージまた行きますみたいな感じで、なんかそういうですね、卒業ラッシュというか、まあ年度末、まあならではといいかですね、 あの、そういう、あの、季節の変わり目を、あの、女子アナのインスタで僕はね、感じていたという話なんですけれどもね。はい。<laughs> 急に女子アナ好きをカミングアウトしましたけどね。でもなんかいいじゃないですか。やっぱ賢い、賢くて綺麗な方。ね。うん、なんか憧れますよね。<laughs> 憧れますよねっていうか、<laughs> いいなと思って、あの、普通に見てます。 まあそんな感じでね、えー、僕自身もえ4月から地域おこし協力隊としての活動をね、2年目ということで、あのー、今年、今年度もですね、まあ、なんとか、基本的にはお帰りのも、あのー、更新続けていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、えー、今回も行きますか。よし、スタートです。 どうも、改めまして、のぼうでございます。えー、僕は昨年の4月にですね、宮城県三里町という地元にですね、地域おこし協力隊として U ターンしてまいりました。えー、この番組ではですね、そんな、えー、協力編とと地域のこと U ターンのことを、えー、個人的なことなどなどですね、えー、ヘラヘラぺラぺラ,ラと話していくラジオとなっております。話しております。ということで。 新年度まあねこれから新年度というところなんですけれども今週はですねだから、えー、令和4年度のですね、まあ、締めくくりということで、えー、まず26日日曜日にですねまずというか、まあ、報告会活動報告会が えー、ございました。あのね、町長副町長やですね、議員さんもいらして、あのー、そうですね、いろいろこう話お、いろいろ話じゃない、あの、自分らがやってきたことをですね、えー、報告するというですね、そんな内容でございましたね。はい。まあ、なんとかですね、なんとかつか、あのー、終えることができて、まあまあまあよかったんじゃないかなと。 思ってはいるんですけれどもまあただね個人的にはですねあのやっぱ何も形にしてないなというような印象ですねいろいろこうこの1年さまざまな。 地域にね、行ったり、いろんな人と知り合ったりして、どんどんこう、なんだろうな、地域人というかですね、なんかそういうこう、町づくり、町おこし系の、あの、いろいろこう、データベースがどんどんこう、蓄積されているんですけれどもね、自分の中でそういう感覚があるんですけれども、まあ、実際にはアウトプットできてないよね、というところがですね、あの、僕自身強く、 強く感じられた部分ではあります、ねまあ、実際そうなんですけどね実際 <laughs>、うん、すごい言いますけど実際を、うん、でも本当にそうで、うん、なんかそれをですねあの改めて思い知らされたなというところでありあの2年目はですねよりこう形にして、ね、小さくても形にしてですねあのこれをやったんだというのをあのしっかりアピールしていきたいなと思っておりますね。 そのうちの一つとして、えー、お試し移住的なですね制度、まあ、移住停止促進の活動なんですけれどもね、あのいよいよ今年度ですか、もう令和5年度から三郷も新しく始まるということで、その辺のねプロモーションであったり、あの受け入れを担っています。よし。<laughs> 頑張るぞっていうねそういう感じなんですけれどもねまああの僕自身東京から U ターンしてきたということで東京にいた頃はですねよく移住系のイベントに出てたんですよね東京の有楽町のねふるさと回帰支援センター、ね、NPO ありますけどあそこが中心となってこうねまあコロナ禍ちょっと社会も変わったということもありいろいろこう地域へ移住する地方へ行くというですねそういうこう流れがあの生まれて 来てもいて、うん。なんかそういうこう移住系のイベントも増えているという中で、三里町があんまりこう見えなかったんですよね。あの、そういう活動というか発信しているな、みたいな感じが、他の地域と比べるとちょっとな、というところで。まあ、ただそれは僕にとってチャンスだったと思っていて、<laughs> これから僕ができるチャンスだというふうに捉えてですね、ねあの、U ターンしてきたと。なんかそういう経緯もあるので、今、あの、そのお試し、お試し移住のですね、 あの、ちょっと担当的にやらせてもらっているのは本当に幸せなことだなぁと感じてますね。これがやりたくて帰ってきたんだなぁみたいな。なんかそういうのも、まあちょっと大変な部分もね、もちろんね、あるんですけれども、まあ大変だからこそ価値があるのかなぁというですね、えー、そんな感覚でございます。まあ4月中に、 えー、なんとか、あのポータルサイトとかですね、ちょっとパンクレットとか、そういう制作を一気に進めなきゃなというような、ちょっとね、おいおいと、あの、大丈夫かというような部分もありますが、えー、頑張っていきたいなと思っております。さあ、そして今週で言いますとですね、28日火曜日はですね、あの、まあ、振り切りをいただいてはいたんですけれども、仙台のイベントに行って、 で、参、ま、りました。戦六というですね、あの、栗原市にですね、はい、宮城の栗原っていうところあるんですけど、県北の方にね、栗原市の6日町商店街というですね、ちょっとね、おかしな商店街があるんです。めちゃくちゃこう、シャッター通りだったんですけど、とある人が来たきっかけ、とある人が来たせいで、 <laughs> なんかねどんどんこう新規出店するあのー、お店が増えていて、うん、なんかこう十何店舗はですねここ 何、何年っつったかなここ何年かで <laughs>、なんか次々にオープンしていると、すごい賑わっていると。んで、そこにこう、市もね、あの、しっかりバックアップして、協力隊入れてたりして、どんどんこう、新しい風が吹い,吹いていると。なんかそういうこう、面白い地域があるんです。6日町商店街というね、あのー、ところがあって、んで、そこをですね、毎月6日、ね、6日町なんで、毎月6日にですね、あのー、6日知らずっていう、 あのー、なんだろうな。まあ、飲み会じゃないですけど、なんかそういう交流会をですね、やっていたそうなんですよね。栗原でもちろん。うん。で、なんかそこにはですね、そこでなんかこう、いろんなこう、ゲストスピーカーとか来たり、まあもちろん交流もあったりね、するそうなんです。僕は行ったことないんですけどね。まあそうなんですけど、あの、その仙台にそのイベントが来ちゃったよっていうことですね。6日町の、その6日知らずっていうイベントが、 あ最近仙台で行われているということで、あのー、そこにね、えー、ちょっと遊びに行ってきました。まあ、協力隊のね、知り合いもいますし、えー、僕が東京にいた頃は、あの、栗原にですね、あのー、何度も遊びに行ってもいたんで、もちろん6日町で通り商店街もね、行ったことあるんで、あなんかそういう、こう、どんな活動、どんな雰囲気なのかなということで、仙台の、 えー、仙台の六日町ということで六日町通り商店街ということで「千六」っていうですねイベントでございました。 いやあ、めちゃくちゃ、やっぱ面白いですね、うん。やっぱ人が人を呼ぶというかですね。なんかもうやっぱどんどん面白い人が増えているんだな、ということになってますね。そこの中心的な方はですね、変態って呼ぶんですよ。あの、まあもちろんいい意味で、敬意を込めて、そういうこう、急に、あの、移住したり、あの、急にこう、なんだろうな。 えー、新規のお店始めたりする人をですね変態って呼んでてなんかめっちゃだから好きな僕も変態でありたいなと思って てはいますねなんかそういうこうまあロックみたいなことでしょうねロックな人生とかですねそういう芸人的な,、えー、なんかそういう,こうあり方なのかなとは解釈しておりますけれどもねでその「戦録にですね NHK の取材も来ていて、うん、で僕なんかテレビに映ってましたね <laughs> あとであのネットの配信を見たんですけれどもね ネットでも配信されていていそのあの動画見てみたらちょ僕がっつり映ってたんでねあのよかったらぜひあのチェックいただけたらなと <laughs> 思いますちょっと概要欄に貼っとこうかなでその「戦六」行って思ったのがあ,あのその六日町通り商店街では毎月6日にやっているとそういうね継続的にイベントというかそういう集まり交流会やっているということで 地域にそういう取り組み大事だなぁと思いましたね、うん。なんかそういうこう、継続した活動が、あのー、アイコンになってというかですね。それなんかだからこそ認知されて、えーま、まず地域の人を巻き込めるし、でそれがどんどんこう大きくな,なると仙台にも行けるというかですね。いや別に仙台に行くのはいいことだとはね、一概には言わないですけど、うん、なんかそういうこう、ことなんだろうなぁと思いましたし、 で今僕、三郷でですね、あのー、先月、先々月と、あのちょっとね、あの地域の皆さんと呑ませていただいてるんで、あなんか今月も絶対やろうと思いました、4月もね、今月も絶対やろうというふうに、戦録を言って、えー、改めて思ったという感じですね、その翌日にやりましょうと、<laughs> そのグループのね、メッセージグループで、やりましょうつって声かけて、ね、来週かな。 今週かなちょっとやる予定なんですけれども、まあ、徐々にね、えー、そういう、こう、大きくしていけたらなと思っております。そういうね、取り組みを大きくしていけたらなと思っております。 さあ、そして、30日木曜日の話になります。えー、またね、栗原なんですけれども、今度は有壁地区というですね、あの、六日町通り商店街とはまた別の、栗原めっちゃ広いんで、はい、でかいので、まあいろんな地域あるんですけれども、有壁地域というですね、岩手と接しているような、すごい県北、も北の方、めちゃくちゃ北の方なんですけれども、そこのね、あの、協力隊の方に会いに行って、 できました最近僕ですね、このお帰りの子でもまあちょろちょろと喋ってはいるんですけど、対話っていうキーワードはいいなぁと、ちょっとしっくりきてるなぁということで、うんうん、なんかそういうこう対話系のですね、活動している えー、協力隊の、まあ、女の子に会いに行ったという話でございます。あのー、ね、3月の、もう1ヶ月経つんだね、3月の上旬に僕は底上げキャンプというですね、えー、ちょっとね、今いろいろややこしいんですけど、すみません、気仙沼の,の NPO 法人底上げさんがやっているような対話型プログラムですね。あなんかこう、宿泊、なんていうのか、えー、4泊とか5泊とか、 して、なんかそのね、の活動生活を送る中で自分を内政したりですね、他者を知るとか社会を知るとか、なんかそういうこう対話系のプログラムがあると。で、それにそこはキャンプ、それがそこはキャンプなんですけれどもね。で、そこに3月上旬に行ってきましたと。うん、で、その今週ね、30日に会いに行った女の子も、 えー、かつて底上げキャンプに参加して、で、なんならその底上げキャンプを地域に呼んだっていうですね。地域でも、えー、今度はコーディネーターとして、あのー、キャンプ呼んでやったっていう女の子がいて、いや、めっちゃ、あのー、いいなと。まあね、あの、これまで知り合いではあったんですけど、もともとね、知り合いではあったんですけれども、なんかそういう,こう対話系の、あの、意見交換したいなということで、栗原まで行ってきました。いや、めちゃくちゃ良かったなぁ。 <laughs> めちゃくちゃ良かったなーっていう話ですね、うん。対話をやっぱりね、大事にしている、ね、女の子っていうこともあってですね、すごく言語化を大事にしているなという印象でした。自分がこう思っていることとかですね、うん、あの感じていることをしっかり言語化しているなというのが、あのまあ、普通の会話の中でも感じられますし、 うん、あとはですね質いい質問が多いですねあのその子結構あのそういう、えーまあ、高校生のマイプロジェクトとかですねあのそういう学生のサポートとかも実際に、えー、行っている方でファシリテーターとかもねあのー、やっているそうなんですけれどもね、まあ、何気ないこう会話の中の質問もうまいなというかですねなんでねあなたそう思うんですかみたいな <laughs> あなたというかなんでのぼさんそう思うんですかみたいなのをなんかこう シら、しれっとというか、自然にか、自然に深掘りしてくれるっていうですねあ。なんかそれがすごい楽しかったなと思いますし、まあ僕自身もそういう質問大好きだし、うん、自分自身深掘りしてアウトプットするみたいなのは、えー、毎日ノートを書きながらですね、行っていることでもあるので、うん、あのー、すごくいい時間をくれたなと思いますし、あとは何だろうな、やっぱり興味があることは近いので、 なんかすごまあ三里にはない感覚というか、うん、まあそれはそれでいいんですけど、うん、なんかそこの何だろうな関心興味関心が近い方をやっぱ大事に <laughs> その方を大事にしたいというと思うそれ以外は違くなるけど、うん、なんかやっぱ貴重な存在だなと思ったそういう話ですね、うん、すごいいい時間だったなと思いますしまたね近々会いに行きたいなと思ってます でね、そういった意味では、えー、今月、4月の下旬にはですね、ちょっと三里で対話の、えー、ちょっとしたイベントも、イベントもやってみようか、まあ、プレイイベント的にやってみようかな、なんては思っているので、えー、今日日曜日ですよね。これ終わったらちょっと企画書をまとめようかな、なんて思っていたりもしますね。対話楽しいですね。いいと思います。 ということで、えー、今週の活動はこんなところかな。3月で最終週の活動でございました。あとそうだ、あの、このね、YouTube チャンネルでついに動画、あの、上げましたんで、ね、あの、ぜひ、あの、ね、5分くらいだったかな、確か。なので、ぜひね、あの、ゆっくり見ていただけたら嬉しいな、なんて思って、 はますねで今後もね、あの、動画ね、どんどん増やしていけたらなぁとは思っておりますけれども、まあ、それもね、あの、継続できる形というか、自分ができる範囲でまずは、えー、進めていきたいなぁとは思っております。まあね、ゆるゆるとやっていきますし、えー、少しでもね、三ト町というところに、えー、興味持ってもらえるように、あるいは、えー、は僕自身に興味持ってもらえるように、 <laughs> そうですね。いろいろこう活動できたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、えー、新年度一発目のお帰りの棒は以上でございます。最後までお田秋止まりありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら